いつもご覧いただきありがとうございます。醤油の時計店郷田です。よろしくお願いします。本日の動画は懐中時計の選び方について特集したいと思います。よろしくお願いします。はい、懐中時計はですね、まあ大きく分けて言うと、その懐中時計を選ばなければならない人が一つと、あとはですね、懐中時計を、まあ、好きで好む人、その趣向性であったりだとか、そういうところで選ばれるものではあるんですね。まずその最初のですね、選ばなければならない人、これでもまたちょっと分かれてくるんですが、例えばそので、こう腕時計が肌に合わない人、ちょっとしたアレルギー体質であったりだとか、まあ、そういう方なんかはやっぱり好んで腕時計っていうのはつけられないですね。あとはもうもちろんそもそも腕時計をつける習慣がない方っていうのも、やっぱり懐中時計を選ぶ一つの理由にはなるかとは思います。あとはですね、例えばそのお仕事上時計をつけられない方ですね。まあやっぱり一般的に考えても多いのがその看護師の方ですね。やっぱりナースの方はしょっちゅういつどういうところで水とか触れるか分かりませんし、まあ、清潔感を保つためにも腕元はもう何もつけてないっていう方もいらっしゃるので、そういう方なんかとか、あとは美容師の方ですね。こういう方もやっぱり腕時計自体がそもそもつけれる習慣というか、言いますか、つける時間がないんですね。なのでやっぱり懐中時計選ばれるというケースと、あとは料理人の方なんかも同じだと思います。まあ懐中時計自体はですね、あと趣向で楽しむっていう面で、やっぱりその機械式といいますか、時計のルーツ的なものをこう感じていただける面白いものということですね。やっぱりそのスケルトンの時計がいいとおっしゃられる方もありますし、時計を見る仕草が好きっていう方もいらっしゃいます。まあ、そういう方にも満足できるいろんなタイプの懐中時計がありますので、まあ、少しばかりですがご紹介したいと思います。まずですね、懐中時計を選ぶ際にやっぱりどうしても考えたいのはですね、使うシーンといいますか、用途ですね。いくら機械式が好きであっても機械式に向いていらっしゃらない方っていうのは いらっしゃいまして、そういう方はやっぱりもう迷わず私どももクォーツのタイプを勧めます。例えばこちらですね、クォーツの中でもかなり出ることが多いセイコーの鉄道時計です。こちらですね、現行の JR 線の運転席などを見てもですね、ちゃんとこの西郷鉄道時計がすっぽりはまるポケットなんかもありまして、まあ、いまだに働く最も有名な時計の一つではないでしょうか。やっぱりですね、この視認性がいいっていうのが、鉄道に限らずとてもおすすめで、見やすいって、ポケットから出した時に瞬間的にこの日本人に最も見やすいアラビア数字であったりだとか、まあ、この針と、まあ、文字盤の白とのこのコントラスト、そのあたりでやっぱり瞬時に時間がもう把握しやすい、あとは大きさで大きめなんですね、少しなので大きくて見やすいというところから、実用性が高いモデルとして人気が高い時計の代表格ですね。で、次のタイプとしましては、まあ、先ほどの働く時計のつながりでですね、こちらティソのナースウォッチですね。こちらはまあ何が違うかと言いますと、少し小さめの時計にはなるんですけれども、それに加えチェーンといいますか、リューズが6時方向なんですね。通常懐中時計ってこのようになってるんですけど、そうではなくて6時方向にあると。で、衣服と留めるつなぎ止めるときにこのピンバッジ式になってるんですね。でナースウォッチの特徴としましては、こちらもですね、やっぱり名前の通りナースウォッチなので、こう実用性高くなっています。この夜光塗料が使われていたりだとか、こちら文字盤のこの外周なんですけど、パルスメーターといいまして、脈拍を測るときに使うものですね。まあ、厳密に言うと脈拍を測るときっていうのは、やっぱりこう少しでも刻みの多い時計の方が見やすいので、本当は機械式の方が向いているかなとは思うんですけれども、まあ、こちらでもですね、全く使えないというわけではないので、そういう意味では実用的なモデルかと思います。ここカレンダーがついていたりとか、そこそこと言いますか、そこそこどころか、まあ、普通に使えます。こちらなんかもね、カバンにつけて使う、持ち歩くっていうのも一つ持ち歩く方としてはありかなと思います。他にもですね、こう実用的な時計っていうのはあるんですけれども、大体まあこの2つが実用的な時計の代表格かと。あとはですね、まあ、
あるんですけど、まあ本当通常のいわゆる見た目は普通の懐中時計ですね。でやっぱりこう蓋なしのタイプが実用性が高いといいますか、お仕事でも使われるタイプには多いです。やっぱりこう出してすぐに時間が確認できるというのは一つ便利の代表なことじゃないでしょうかね。便利を代表することじゃないでしょうか。まあ、その他で言いますと、そうですね、まあ、こちらなんかもこちらのオリエントの懐中時計です。こちらはですね、何かと言いますと9時方向にですねパワーリザーブインジケーターと言いまして、こうゼンマイの巻き残量を表示するしているんですね。で裏面もシースルバックになってます。これ巻き残量は何を示すかと言いますと、こちらですね、時計というのは満タンに巻かれている状態が一番ベストですので、こう巻き上げることによって今この針が動いていっています。まあ、この満タンの状態が40時間ということになるんですけれども、大体満タンから約40時間動くのが通常ですね。でこちら今ゼンマイをこれでも満タンに巻いてみましたので、こちらで約40時間動きます。これがですね、あの毎日懐中時計というのは毎日大体同じ時間に巻くんですけれども、どうしても人間忘れてしまうんですね。なのでこの文字盤を見て、あ、今日巻いていたとか、配管今日巻いていなかったっていうことを気づくための一つの目安ですね。まあ、こういう面白いギミックなんかもあったりします。でやっぱりですね、懐中時計といえば蓋付きと思われる方も多いですね。こちらティソのブリッジポートなんですけれども、ボタンを押して蓋を開いて時間を眺めると、やっぱりですね、もう懐中時計のイメージでこのパカッと蓋を開ける方、ものを想像する方はすごく多いんじゃないでしょうか。実用的かどうかと言いますと、正直そんなにクイックリン時間も確認できませんし、腕時計とかに比べるとやっぱり視認性といいますか、そういうのは落ちるんですが、やっぱりこうそういうせかせかしてないといいますか、ちょっと時計を楽しむ、まあ、時を楽しむといいますかね、こうバーなんかでパカッと時計を開いて優雅に過ごすっていうのも一つ面白みがあるのではないでしょうか。まあ、個人的にはですね、ちょっと営業行かれる方なんか余計にこういう蓋付きの懐中時計なんかを使われると面白いかなと思います。ちょっとですね、スリーピースのスーツでベストのポケットから懐中時計を出して時間見るとですね、周りの方なんかにもなー、すごいかっこいいなという印象を与える一つでもありますね。まあ、あとはこのポピュラーなのが蓋のないタイプのこちらの手巻き式ですね。こちらはですね、まあ、アンティークの時計なんですが、銀です。で銀って面白くて、こう持てば持つほど少しずつ酸化しまして、10円玉が色あせていくように変色してきます。でこう傷やへこみなんかがこういうふうについてくるんですが、まるでこれがですね、指紋のような感じでこう自分だけの時計に仕上がっていきます。これも面白いのは、このオーナーの癖が丸出しになりますので、よくぶつける人なんてなんかへこみ傷がものすごく多いんですけれども、それもその他にはもうないような、言えば他にはない時計の一つとして、こうまあ本当指紋のような感じになっていくんですね。やっぱりオーナーの癖が出るのか、ポケットに何か一緒に入れているものが多いと、こういうふうな傷であったりとかへこみがついたりはしますね。こちらはですね、まあ、蓋が開きますので、蓋を開けるとこちらほとんど空気に触れてませんので、割と白い銀らしい輝きが出てます。まあ、これもあれですね、銀磨きなんかで磨くとですね、元通りの白い輝き取り戻しますので、まあ、このへこみは治りませんけれども、ちょっと新品っぽく、新品っぽい味わいを楽しみたい場合はこういうふうに磨いたりすることで、まあ、二度楽しめるかなと思います。であとはですね、こちらのホテルのオリジナルのマービン懐中時計なんですけれども、これも蓋なしなんですが、3時方向にリューズがついたちょっと変わったタイプですね。まあ、腕時計なんか見慣れてる人には、だいたいこの位置にリューズがあるとより馴染みやすいんではないでしょうか。で、まあ、先ほどと同じタイプでこちらですね、ウィンドミルズの時計なんですけども、こちらはですね、実はマービンと一緒で、このスモーセコンドの位置とかリューズの位置が一緒なんですが、こちらはですね、時間をこのリューズが上になってます。
なので3時方向で秒針を見るというタイプのかもありますね。こちらはシースルバックなので裏面からこう機械の動きが丸見えると。こちらもあの銀なんですけどね、まあ、新品の銀ってこういう風な感じです。結構白い輝きがかっこいいですね。こちらも多分長年使ってくることによっていいへこみやこう、まあ、エイジング楽しんでいただけますね。はい、まあ、懐中時計といいましても、まあ、いろんな種類がありまして、こう趣味嗜好とあとはまあそのですね、生活環境に合わせたモデルなんかで好みのモデルにたどり着いていただくといいんですけれども、まあ、一番はですねやっぱり好きで持ちたいと思ったモデルはいろんなところに持っていこうと思いますし、使おうって気持ちになります。どうしてもこう妥協になってしまうと、あまあ今度でいいかって思ってしまったらね、せっかくの時計が使われなくなるんで、時計を売る側の気持ちとしても少し不安念ですので、ぜひ毎日使いたくなるモデルにたどり着いていただければと思います。それでは本日の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。